2012年3月14日水曜日、百選巡り13日目です。今日から連泊で出てきました。伊勢松坂伊勢志摩を2泊3日で回ろうということです。ここは、松坂の元織宣長っていうのの記念館です。これは特別席の旧宅があるということですね。直筆なんかな、きっと。しかしあんまりこの人知らんから、これは書けず。はい、これが特別史跡の宣長さんの旧宅ですね。これが先ほどの案内だと、医者時代にここに、まあ、住んだ家みたいですね。すぐ城だ。松坂城主もの 石垣が立派なんですよね。ここ、なんだ、名城百選ですね。こちらはよかったな。石垣だな、これ。うわ、感じいいじゃないの、ね、石垣。あそこがあるわ、本丸跡と書いてあるわ。あ、これが天守閣跡か。よいしょ。お、天守閣跡と書いてある、この一番高台に天守閣があったんですね。すごいな、やっぱ。これが常磐屋敷、大きな長屋です。あ、両サイドにあるんだ。あ、そうか、もう一般の住宅になってんか。こっちはほどないな。公開時間10時から日曜日休暇、こっち側は一般の家になってるな、うん、山本さんでした。ちょうど、ま、松坂の中心街。さすが松坂です。牛っていう看板があちこちにありますね。元祖松坂に。牛銀番茶亭だった。俺牛銀をなんとか書いてあった。そうだね、番茶亭のとこ。
い、ここが先ほど見た、宣長さんの旧宅があった場所です。ここからあそこに移されたんですね。でこの跡地も、特別史跡になっています。ここ跡地があったというだけで建物は関係ないですね。天文台まで都市公園、公園100選ではだだっ広い。渚観光地名所まさに百選の二三浦です。海は北そんな綺麗じゃないな。こちら伊勢湾ですね。二三浦の海岸です。であれ辺が海水浴場だ。ですね、リゾートです観光地ですね。先ほど4つ言いましたけど、二見浦海岸、渚百選の碑がありますね。こっちあ、こっち側字がないじゃないこっち側に字つけてほしいよな。まあいいや。時間と書いてありますけど、国指定重要文化財と書いてあります。でもなんだこれ、旅館かこれ。あ、博物館なの、うん、なんだ。はい、名所二見浦と書いてありますね。もうなんか名水百選のところにあるんだよね、天の岩屋、うん、岩とね、うん、じゃあ今日行くじゃん、名水百選の何ていうところだったっけ、うん、あの山の中にあるでしょ、うん、岩戸が満願外区、いや、ここは観光地百選、観光客が行さんいます、うん、あちらが目を手側ですね。玉置神社、これが玉置神社か。沖玉神社、沖玉神社にある。ちょうどこの御事岩の間から、日の出が出るということで、朝日百選にもなっています。すごいですね。日の出を見る場所、日の出ポイント、日の神、あの間からの朝日見たいもんですね。はい、三浦と御事岩でした。はい、日本百景、浅熊山の展望ですね。すごい展望ですね、これは。おー、すごい。じゃあ、どっちのみなんかな、鳥羽だろうな、やっぱし。
か伊勢なんでしょうな。どうかどうか、こんな感じです。足湯ってなんだ、100円出るじゃない。あ、ここが足湯か。展望足湯、これはいいですね。はい、今日の昼食は海苔巻きですね。昨日の晩飯の残りです。風があって寒いです。これがスカイラインですね。右側通過。ここはいろんな百選があります。当然神社百選なんですけど、他に香り、風景、21世紀の風景。まだ4つぐらいあったよ、ね、香りと風景と21世紀の風景と神社。あ、そういうこと。森が風景。森もあれなんだ、これ香りなんだ。平日なのにこの人でですね、さすが伊勢神宮です。この辺がそうだな、なんかの写真にあって杉に巻いてあるやつがあったわ、この辺のことで。香り百選のりか、花粉百選になっちゃった。わあ、これはでっかい。おお、これはでっかいです。もうこの辺の感じだった。撮影はご遠慮ください。はい、来年こちらに仙宮っていうのか、仙宮じゃなくて仙宮、なんでこんなちょこっとバカツに動かすんだろうな。動かさんだけじゃない、次の年は向こうへまた立てるんじゃん。次の20年後、あっちとこっちは別に動かさんでいいや。おやちのおかげ横丁ですね。ここが参道、この参道も香り百選、香り風景百選か。うどんの香りがするって書いてって書いてあったらしい。伊勢うどん食ってこう。買える？中井屋さんのうどんがうまいと。うまかどうか。ちょっと試しに。うん？やってへんのか。なんだ、休みか。伊勢はここですね。宝永4年と書いてあるんだ、赤福本店です。
こちらが赤福の前座おかげ横丁。ここで伊勢うどんを、すごい流行っとる。つゆたっぷり乗ってるじゃん。つゆ本当だよ。もっと少なかったか。ああそんなね。香り風味香り風景か。伊勢うどん黒いうどんが特徴ですね。これ難しいんだよ。醤油がピッピッピッ飛ぶから食べると、絡めたけど当然ほら。どんな味だ。辛い、辛くないか。どう、美味しい、美味しいやろ、もう辛そうに見えるけど辛くない、歴史的風土百選伊勢市です。伊勢市の、下宮があるところですね。こちらが下宮です。当然この伊勢市はこの伊勢神宮があるから、選ばれているんですね。こちらは閑散としてますね。豊受けだって豊受け大神宮が下宮のことですね。あそこ車行くもん、あそこでほで通行止めになってんだ。あ、そうか。はい、ここが森林浴の森の伊勢三号さんだけど、なんか道がようわからんかって、団地の中に入ってきちゃいましたね。あ、やっと見つけました。3号さん、これがロマンの森森林浴百選ですね。園内道路の駐車後犬のこの名古屋スケです。3号や登山道は登れますと書いてない。あの宮川の河原の杉林がめちゃくちゃ綺麗ですね。先ほどあそこに入ったんですね、車は。で、車はここで通行止めです。これが、ロマンの森森林浴百選ですね。桜名所百選です。宮川邸、この宮川の堤防沿いの桜が百選ということですけど、この地ここの場所かどうかがどうも定かじゃないですね。なかなかいいじゃないですか、桜の間。熊野古道がここから始まりますね。伊勢路が歴史の道百選の熊野古道の伊勢路出発地点です。はい、頑張って参拝。熊野街道出発の街、こんな格好でみんな歩いたんですね。我々も歩きました。
3年ぐらい前かな、伊勢寺、ここから新宮までか歩いたんですね。プリウスアルファ最初のシャークです。このために買ったんだから、これから利用せないかんね。こんな感じですね。やっぱし後ろが広くてしっかり寝れそうです。はい、13日目道の駅、何だったか、伊勢島か、伊勢島道の駅です。はい、おやすみなさい。終わりです。